新曲お披露目第2弾よいしょ。花本登場ですね。そうなんですよ、ね、ちゃんがついに曲秘密兵器を初披露。へーいです。あ、そうっすよ。あんまり言ってハードル上げちゃうとね全然ただけで、それ楽器なんですか。楽器です。ウキンバッカなんかだと違う。ウキンバッカ、ウキンバッカ、ウキンバッカもでもありますでもあれ、ウキンもできます。新曲といってもまず歌う歌は僕が役をした、役をした歌から、ボブ・ディラン、ライセンス・トゥ・キルという歌があって、それを僕が日本語に訳しました。いやいや、パクるじゃないですか。オマージュ。僕はもうそういうことは思いました。散々あなたも20年ぐらいパクリパクリって言い続けてきましたけど、オマージュっていう素敵な言葉があるんです。オマージュとこれから言ってください。マジで。ラッカーニー。まあ要は同じことだけどね。殺しの許可証。男の森怯え太鼓と知らず思い通り手に入れるためこの星をも壊す。破滅への第一歩は月まで行ってしまったこと。その月が照らす部屋との光、女は嘆く一体誰があの愚かな男から取り上げるのかと。男は連れ去り教え取り天使を育て上げる。愛を利用し神仏を使い命をただの道具にしたる。あとは使われ振りさばかれまるで中古車のようにその夜月が照らすやけがこの他で女は嘆く一体誰があの愚かな男から取り上げるのか。頭の中はそのための先端技術で埋め尽くされて、そして自分の見たものしか信じない。見たいものしか見なくなったその目で見たもの、その四つに駆け出すだけやこの中で女は嘆く一体誰があの愚かな男から取り上げるのか。正しい思い正義と努力を結びつける。あらゆる手を使ってなりたい自分を演じる。どこまでもどこまでも身勝手に愛嬌の水たまりに映る顔には白亜紀毛が刻まれ、男はそれで何を手に入れたのか。命と共に奪った星の片隅で言葉も知恵も男にとっては人目なしになるためのものでしかなかった。その夜月が照らすやけやこの他で女は嘆く一体誰があの愚かな男から取り上げるのかと。